かないな、仕込み方ですね。だから赤貝を仕込む時のポイントは、まずこれ結構泥の中とかにあるものなんで、で貝殻っていうのは結構雑菌が多いんですよね。それなんで貝を洗う用のたわしを、貝を洗う用のたわしを1個作っといて、この表面を軽く洗ってあげると、はい、っていう形にしといた方が基本としては衛生的です。管理する時なんかも保存する時なんかは、普通は貝類はこの下に向けて発泡スチロールに氷を打って濡れた新聞紙を引いてから、この下に向けて貝は保存します。だけど赤貝の場合はここの紐の部分が結構他の貝には、と違って身が、肉厚がちょっと薄いんですよね。で、口が開いちゃうと中の体液が外に出ちゃう。そうすると、どんどん身が痩せていっちゃうんですよ。それなんで、この貝に関しては、赤貝は、新聞紙の上に、こういった形で上に向けて、保管するというような形でやっていきます。で、大体ですね、1日2日の場合は、この殻付けで止めといた方がいいですね。で、3日目を過ぎたら、この体液が中で、溜まった状態になっちゃうんで、そうすると、その体液が腐ってきちゃうんですよ。それなんで、今度は血止めって言って、同じく冷蔵庫の中には入った状態にはなるんだけども、その、剥いた状態で、剥いた体液につけた状態で1日も経ちます。まあ、それ以外は、もうあとはもう下ろして保管しておくっていう風な形の流れになります。結構ね、今軽く放り込んだだけでも、これだけ泥とか汚れが、はい、あるぐらいなんで、まあ、綺麗にしていきましょう。そしたらですね、時間が経ってくると、こういった形で少し開いてきたりするんですよね。それ以外のものに関しては、はい、まずは、こっちの、蝶つがいって呼ばれる部分で、で、あと、この貝柱がこの両サイドにあるんですね。で、よく、こうやって割る人がいるんですけど、このそのまま突き刺して、回してあげる、時計回しですね。それで、親指の腹で奥側に押してあげる。で、この時にポイントなのは、貝の、こっちの長さが違うんですよ。この中央から、こっちの右側の方が長いのがわかりますよね。それなんで、こっちの長さがある部分、はい、それを上にする。で、親指の腹で押してあげながら、こっちの残りの3本の指で手前側に。そうすると、右回転ができるんですよね。そこにさらに貝向きを入れて回してあげると。そうするとずれます。そしたら、ずれたら、こっちの付け根の部分、はい、この付け根の部分に、なんだ、紐が、貝柱があるんで、この貝殻に沿いながら、はい、取ってあげる。そうするとこういった形でパカッと外れます。で、貝殻はなんだ、刺身の盛り合わせとかに使いたい場合なんかは、この貝殻はボイルして5分から10分ぐらいボイルしてあげれば OK です。で、この貝柱ですね。そしたらここでのポイントが、これさっきの開けるときと同じ要領なんで、この貝柱の部分をまず切ってあげる。この貝柱はこの中央から見て長い方にメインの貝柱があります。それなんで、この長い方は特に、はい、しっかりと切り離してあげないと、この紐の部分が使いづらくなりますね。そしたらひっくり返して反対側もこの貝殻にこうやって沿いながら、で、この紐の部分を切り離してあげると、はい、そうすると綺麗に取れます。ではもう一回いきますね。はい、物によって、例えばこれ、ここの狭さというのが違うんですよね。こっちちょっと広いじゃないですか。こういうのは回そうと思っても貝向きがカプカプしちゃって返しづらいです。そうするとここだけは割れちゃったりします。だから割れちゃったら割れちゃったで構わないんで、割れなかったな、はい、せっかくだったら割れてくれればいい。こういうのでやったときに、回したときにどうしても回らないと、そういう場合はこうやって無理やりやっていきましょう。こんな感じで割れちゃった場合は割れちゃったで構わないんで、この穴をちょっと広げてあげます。要はこの貝向きを広げる方向を作りたいんですよね。で、貝柱がメインがここにありますので、このメインの貝柱の部分を切ってあげると、そうするだけで奥側から突き刺して、はい、この貝殻に沿いながらぐーっと、で、横に引っかいてあげると。そしたら同じく貝柱を取ってあげましょう。で、片側が取れるともう片側が同じく取れるというような形になります。で、こんな形でペロッと取れます。で、貝類なんか気をつけなきゃいけないのが、死んでるともうすぐ匂いが出ちゃうんですよね、うん、
そうすると、匂いですぐ分かると思うんですけど、あとは、物、動きが悪い。これ叩くと、これ押さえると動くの分かりますよね。この動くものに関しては、そのまま刺身でも使えます。取れた海域によって使える使えないが違ったりもするんで、そこら辺は注意するような感じにしましょう。で、貝殻については、基本的にはこういった形で、剥いていくんですが、滑んな、はい、こうやって割れた時なんかは、これはちょっと今長い方、ここに貝柱くっついてるんで、はい、この手前側で割ってあげましょう。で、この貝柱の付け根の部分、これを割ってあげないと、ここの紐の部分が使い道がなくなっちゃいます。ここです。こっち片側を削ってあげれば、あとはもうパカッと開きますので、さあ残った紐の部分を切り離して、で、ひっくり返してから、で、この紐は切れないようになるべくやっていきましょう。で、貝殻なんかでたまにここが物によって違うんですけど、こんな感じで異形になってるものもあるんですよね。そういったものの場合は引っかかりづらかったりするんで、無理に切り落とせず、片側がダメだったら反対側を、反対側もダメだったらもうしょうがないって感じでやっていきましょう。で、赤貝の体液についてはこういった形で、これにビニール袋に入れてつけておいて、息ができるように、口を閉めずに取っておくと、そういった形を取いてあげた方が、仕事が、保管性能が上がります。で、あとは口が開いてる場合なんか、無理して、やんなくても、ここ口が開いたら、その口開いてるところから切っちゃっても全然構いませんので、口開いてない場合は、こうやってスライドさせたりっていうような形でやっていきましょう。そしたら、この後おろすときは、これも一回洗っちゃって構いません。で、この身と紐を、包丁で取り外すっていう方法もあるんですけど、こんな感じで、身を上にしてから、紐を、この貝柱を右側にして、で、押さえてから、これ引っ張って持ち上げて、で、この付け根の部分でカットします。はい。っていう形で分けてあげます。っていうのが、綺麗な仕事なんですけども、この付け根の部分さえ、切ってあげれば構わないんで、手でやった方が圧倒的に早いです。だ、これあんまり水につけておくと、殺菌効果はあるんですけど、基本的にはこの味、体液の部分がどんどん抜けていっちゃうんで、あんまり水の中につけっぱなしにしないようにしましょう。ただこれ取るときぐらいは別にこの状態でやってあげて構いませんので、これもなるべく水浸しにしたくはないんですけども、体液である程度水分が出ちゃいますので、そこまで気にしすぎることはないです。そしたら、この色の濃い部分、これを左側に持ってきて、で、あとは、これが分かりやすいかな。この真ん中の部分っていうのが反対側の柱がついた部分ですよね。この部分の肉がこういう風にありますので、ここからちょうど真っ二つに開いていきます。そしたら、左手でしっかりと固定して、フラットな状態にしてあげる。そしたら、この切れ込みの部分から開いてあげて、ここでのポイントが、この色の濃い部分の頂点と一番下、この両サイドの部分までいきます。はい、で、ここまで開いただけだと、この内側が開けてないんで、刃先を使ってこの内側の部分を開く。そうするとパカッと開いた時に広がりが良くなるんですね。で、ひっくり返してから、この真ん中のちょっとちょうどスイカの口の部分があるんですけど、ここを押さえてあげると身がこうやってひっくり返ります。で、この身がひっくり返ってるうちに、身が今固まってる状態だから、そしたらこの返し包丁でこの赤貝の肝の部分ですね、内臓、綿とか呼ばれる部分、ここをきれいに取り外してから、軽く引っかいて、で、綿が残らない状態に必ずしてあげましょう。はい、この状態ですね。あんまり引っかけすぎると、そしたらこれひっくり返してから反対側の綿も切って取っていくと。で、この時に綿が残ってると、冬場なんかは特に問題ないんですけど、夏場なんかこれ結構オレンジ色の卵を持つんですよね。その卵が残ってる状態で、提供しちゃうとかなりの高確率で食中毒が来ちゃいます。この紐みたいのがあるんで、この紐だけ取っちゃいましょう。はい、で、この肝、この綿の部分っていうのは火を入れて山椒とかと煮ちゃったりとか、そういった形を取ることもできますんで、基本としてはなるべく使えるんだったら使うというような形でやっていくといいかと思います。はい、この中央の部分まで切ったら、あとは内側の部分を切ってあげる。開いて、で、どういう風に違うのかっていうと、よく失敗する人っていうのは、この最後の奥までがいけてないんですよね。途中までしか開いてないから、この開きが甘いんですよ。
そうすると綿を取ろうとしてもここは開いてないから包丁の可動域が狭まっちゃうんですよね。そうするとこの綿が取りづらいです。それなんでこの内側の部分まで開いてあげると、はい、そうするとこうやって押さえてあげるとグッとちょうどここに穴の部分ができてこの綿が取りやすくなるというような形になります。そしたら切り開いた時に蝶々みたいな形になるようにカットしてあげるといいかと思います。こんな感じですね。でひっくり返すとこういった形で、これを握りに使っていきます。まあ刺身ですね。でこの内側までをカットしてからひっくり返して押さえると。で外側にこういうなんか黒い膜が残ったりするんでこの膜の部分はカットしてあげましょう。でひっくり返してからなるべく早い段階で取り外してあげると。これなんでなるべく早い段階でやるのかっていうと貝は触ると身が硬直するんですよね。それなんで身が固まってるうちじゃないと身が柔らかくなっちゃうと、まあ、その後に包丁が安定しなくてなかなか柔らかいものって切りづらくなっちゃうんで、はい、というふうな形で仕込んでいきますね。干物処理をするときにはこちら側が表側です。要は貝柱が上になるように、この貝柱の紐からこう貝柱の方につながっている部分、これが上になるようにします。逆にしてしまうとこういった形になります。この状態になっちゃうとどこから切っているのかよく分からなくなっちゃうんで、そしたらこの部分で広げてからこの貝柱の紐のこの付け根の部分からですね、その部分から黒い綿の部分を貝柱に沿いながら切ってあげると、そうするとこういった形で取れます。まあ、残ってる場合なんかはここ軽く切り取ってあげましょう。そしたらこのビラビラしてる部分をこの付け根の部分から同じく切ってあげると、というふうな形ですね。こちらもですね同じく取っていきます。でこれもう一つ注意しておかなきゃいけないのがこの付け根の部分、はい、この紐の部分から貝柱につながったこの部分にたまに砂噛んでることがあるんですね。だからここ軽く切れ込み入れといた方がこの後水洗いするときに泥の部分が取れますので、はい、そしたら引き込んだ赤貝に関しては軽く塩をしてから、はい、表面のぬめりを取ってあげます。はい、これに関してはあまりこれで揉み込んじゃうとこの紐の部分が切れちゃったりしますので、だいたいよく板前さんがやるのがザルの上に置いて、はい、この中でこうやって回してあげたりするんですけど、これやったからって塩がそんなに揉み込めるかってさそんなことないんですよ。それなんで軽く揉み込んであげてから一番やらなきゃいけないのはこの真ん中のこの色が濃いところ、この部分にぬめりが溜まりやすいです。このぬめりがここ残ってるとここから匂いがよく出てきちゃうので塩もみしたら、まあ、塩抜きをしてあげるっていう工程もあるんですが、ここのぬめりをしっかり取ってあげる。こういうことです。紐に関してはね、そんなに大きくぬめりがあるわけではないんで、ただ紐に関してはこの黒い部分、これ取れるゴミなんですね。それなんでこのゴミの部分を後で処理してあげる。ペーパーで水気を取っていきます。水気がついたままだと物が悪くなってしまいますので、物の方もこんな感じですね。でしっかりと挟んでからでこの時点でもう一回この内側の部分、この色の濃い部分ですね、ここをしっかりと取ってあげましょう。これをやってあげるだけでこのぬめりの部分がこっちにしっかりついてくれるんですね。そしたらこれで水気が取れたら器か何かに並べて保管をするというような形が一般的です。ただあとこっちの紐に関してはこの紐のゴミの部分、はい、これ一個一個ねできれば丁寧にしっかりと掃除をしておいた方がいいです。この掃除をするかしないかで保存の効率が、まあ、大体1日近く変わります。で貝類はねやっぱり鮮度がいい方が基本的にはあんまり熟成には向いてる寿司ネタではないんで、それなんでなるべく綺麗な状態にしてあげましょう。なるべくね、はい、長期で使えるように
紐の部分の方がね、保存ってあんまり良くないんですよね。だいたい赤貝の身の部分でおろしてから、4、5日はだいたい持ちます。握りなんかにする場合ですよね、握りなんかにする場合はこの部分の手前側に切れ込みを入れていくと、そうすると身が持ち上がって、で肉厚がある部分を基本的に、はい、この肉厚がある下側の分、はい、尖ってる部分を上にして手前側をカットしてあげます。もしくは切れ込みを、猫のひげみたいな形でこう1,2,3と1,2,3、もしくは縦に1,2,3で切れ込みを入れます。そうすると握った時にその切れ込みの部分が綺麗に仕上がるというふうな形で赤貝なんかはいけます。そしたらですね、握りで紐なんかを使う場合、まあ、だいたい紐球とかそういった形で使う場合が多いんですけども、この紐の付け根の部分を上にして貝柱を左にする、はい、こちら側から切れ込みを入れてから、そしたらギリギリの部分でここで観音開きにします、はい、そしたら観音開きにしたらこの両サイドの部分を、紐の部分をこの内側にまとめていって、はい、そしたらこの状態でひっくり返してから握りを作ってあげると、そしたらこの状態で握りが仕上がります。ということですね。というふうな形で切り付けを行います。